100円キッズ略して100均なんですけど、もう小さい頃からずっと当たり前にあるから、なんで潰れないんだろうって考えたことないんですけど、冷静になんで潰れないんだろうって話ですよね。確かに僕も卒業したての頃めちゃくちゃ100均お世話になった記憶がありますね。なので今日はそんな庶民の味方、100均がなぜあの価格でずっと生き残れているのか、歴史から遡って紹介していきたいと思います。まず後半にも繋がってくるんですけど、100均の知名度って半端じゃないですよ。知らない人石油王ぐらいじゃないかなと思うんですけど、改めて説明すると、100円ショップっていうのは店の商品を原則全て100円で販売しますよっていうコンセプトで全国に展開されてるお店でして、2023年3月時点では約9000店舗ほど存在するというね、とんでもない市場です。でこれ昔は本当に全部100円だったんですよ。僕がね、小学校高学年になったぐらいから急に300円の商品とか出始めたんですよね。確かそれぐらいだったからだと思います。じゃあそのそもそもの歴史なんですけど、まず江戸時代ぐらいから似たような形態のお店あったんですね。これが1722年頃に当時の8代将軍徳川吉宗が享保の改革っていうのをやったんです。これが今でいう増税みたいなやつなんですけど、そうなったら一部農村ではやっぱ年貢の負担っていうのが増えて、普段よりも貧しい暮らしを強いられた人たちが多くなったんですよ。でその結果どうなったかというと、江戸全体の景気が冷え込んだんですね。いや岸田かおい、すいません。で物が売れないってことが続いたんですよ。でその時誕生したのが十九門店っていうね、文字通り十九門で日用品とか生活雑貨を販売するお店だったんですよ。この時は露店といってね、屋台みたいなその場で出して畳むみたいな移動式でした。で諸説はあるんですけど、今の金額で考えると大体200円から400円ぐらいだったみたいですね。ただやっぱり他が高かったんで、当時の人たちは安い安いっつって大流行します。でそこから同じような露店のスタイルで38門店とか、食べ物でいうと指紋屋とか、江戸時代になると八輪均一とかね登場していきます。100円ではなかったんですけど、商品を均一価格で売り出すっていうアイデアはかなり昔からあったんですね。ただ日本で初めての店舗型の100円ショップっていうのは1985年と割と最近なんですよ。それが100円ショップライフってお店なんですけど、これ見たことあります皆さん。始まりが愛知県の春日井市に住んでる松林さんって方が創業者でして、当時63歳で脱サラして雑貨の移動販売で生計を立ててたんですけど、ある日倉庫で雑貨の整理してたら、近所の人が来て、この場で商品売ってくれませんかって言われたんですよ。でその時もマイジャグ2ぐらいゴーゴーランプがペカッて光って、おそうやと、なんでわざわざ移動しとんだよと、ここでもう店構えればよくねと思って、これで愛知県に日本初の店舗型100円ショップがグランドオープンしたんですけど、ただまあ主流が移動販売だったんですよね、物を売るっていう。だから最初の数ヶ月やっぱ売れない日々が続いたんですね。しかし地方テレビで紹介されるや否や人気が爆発して、車で押し寄せる人たちで渋滞ができるほど大繁盛します。でその人気っぷりを耳にした多くの同業者たちが見学に来てたんですけど、その中に現在の100円ショップ大手ダイソーとかセリアの社長の姿があったみたいなんですよ。てめちゃくちゃパクリやんけって。まあそれは多分そこで話はあったと思うんですけど、その後松林さんのお店からノウハウを学んだダイソーやセリアが1号店オープンして、ハイペースで出店続けて現在の店舗数に至るまでになったんですけど、ただここちょっとあれなんですよ、他の創業とはちょっと違うところで言うと、やっぱ愛知県で生まれたから店舗数が一番愛知が多いんじゃないかって思われると思うんですけど、最も多いので東京で894件なんですよ。で続いてが大阪で700店舗ぐらいで、神奈川県が600件ぐらいで、愛知県が560件です。ただ人口10万人あたりで見てみると12件ぐらいで鳥取県が1位なんですね。なんでなんでしょうね。ではいきなりなんですが皆さんに問題です。100均にはおおよそどのくらいの商品数があるでしょうか。正解は7万点超えです。1秒も時間をあげます。めちゃくちゃありますよね。ちなみにコンビニの平均が2500点なんで半端ないですね。じゃあここからなんで潰れないのかっていうところも繋がってくるんですけど、よくよく考えるとおかしいんですよ。ていうのも近年物価の高騰すごいじゃないですか。電気ガス代もちろん、2023年には冷凍食品とか小麦製品、さらにお酒なんかもすでに7000品以上の値上げが予定されてるみたいなんですよ。そんな物価高騰時代の中、100均っていうのは赤字になるとこ少ないんですよね。唯一コロナ禍で少し落ち込んだのがキャンドゥっていうところで15年ぶりに赤字になったそうです。でもやはり潰れない理由としては、先ほどのクイズも言いました、商品7万点以上あるって話したんですけど、その数がもうまだ増え続けてるんですよ。っていうのも毎月800点の新商品を出してる店舗もあるんですよ。これだけ土着そういう商品数があるんで、飽きさせない工夫ってのがされてます。確かに100均って久しぶり行ったらなんかこんな商品あったんだってなるじゃないですか。あれ実際にこんな商品あったんだというか、新しい商品が変わってるんですよ。次に大量仕入れ大量販売っていうのを行ってます。これは店舗が拡大すればするほど大量に仕入れることができるので、仕入れが多ければ多いほど原価っていうのは下がるんです。それを大量に売って利益を少し出している、薄利多売をすることで利益を出しています。これはそこまで見越してやるっていうのは結構難しいことではあるんですけど、ただここ大事なんですけど、100均っていうのは全ての商品に利益が出てるわけじゃなくて、中には買われると損しちゃう商品っていうのもあります。例えばなんですけど、100均で最も安い原価調べてみたら歯ブラシでした。この原価って1円ぐらいです。次にビニール傘の10円、サングラスとネクタイが20円、電球靴下50円、乾電池は80円と言われています。逆に原価が高い商品、フライパンとか長屋のほうきとか、もうこれ100円以上の限界になります。他にもそれぶっ飛んでるやろ
っていうのが電子メモパッドっていうのが550円するんですよ。これボタン一つで書いた内容を消去できる優れものなんですけど、仕事のメモとかちょっとした家族との連絡を取るときに便利、使ったことないですけど。で次に乾燥する季節に大活躍、加湿器、これ770円です。普通の加湿器以外にもアロマを同時に楽しめるとかタイプもあります。加湿器の効果どうなんやろと思ってる方一回試してみるのもありかもしれません。続いてテント、こちら1100円です。なんと100均でテント買えるんですよ。組み立ても簡単で、袋から取り出したらバッて広がるタイプね。あとペグで止めるだけなんですけど、サイズはそこまで大きくないんですけど、原価率えぐいですよね。これだけ損して大丈夫かって思うかもしれないんですけど、皆さんよくよく考えてください。よう考えたらフライパンとか加湿器って何個も買うものじゃないんですよ。逆に歯ブラシとか靴下っていうのはついつい買ってしまうんですよね、消耗品なんで。だからまとめ買いしちゃおうっていう傾向にあるんですね。つまり原価の高い商品を買うのに合わせて他の原価の安い商品をたくさん売ることで、トータルしたら100均側の利益が出てるっていう状態を作ります。これをマージンミックス戦略って言ったりするんですけど、イオンの食料品とかも利益ほとんどないって話を前もしたんですけど、それと似てますね。その他にもですね、抑えてるところがすごくて、100均って CM とかチラシ見ないじゃないですか。これっていうのはもう商品が全て100円ですよっていう事態が宣伝になってるんですよ。もう皆さんの身近の当たり前になるってことが一番の広告になるんですね。値上げしますとか値下げしますとかもないんで、チラシも別にいらないんですよ、ずっと100円なんで。でいい商品、アイデア商品出せば出すほど、買った商品を SNS に投稿してくれて、テレビとメディアが紹介してくれるんで、100均が自ら宣伝する必要がないんですね。っていうのもこれね、広告費っていうのがやっぱ一番かかるところで、地上波の CM とかね、数千万かかったりします。だからそこを削減できるというのは非常に大きいです。街にねでっかく看板は、あれはお金かかってると思いますけどね。さらに広告費だけじゃなくて人件費もかなり抑えてるんですけど、100均大手の一つであるセリア、なんとここパートとアルバイトが全体の 95% 以上になってます。理由としては、商品が全て100円なので値札をつける必要がないとかね、レジ打ちに関しても簡単に計算できるからとかあったりするんですよ。これはいいか悪いかは雇用される側からしたら別なんですけど、さらに最近ではコンビニのセブンイレブン、あそこでもダイソーの商品が売ってあることがあるんですよ。これ試しにやってみたら、セブンイレブンで商品買うついでにダイソーの日用品が買えて便利ってことで結構評判が良かったんですね。でセブンイレブンはコロナが収束してってる現在でも、お客さんの生活様式は変わらないと見て、どんどんダイソーの商品を進出させていく考えなんで、皆さんの近くのセブンイレブンにもダイソー商品が並ぶようになるのも近いかもしれません。ただやはり過去にはですね、こんな事件起きてます。それがハイブランドのロゴに似てる商品が売られてたという事件です。こちら問題になったのが最近で、ダイソーですね、2022年歯切れというのを販売してて、これが衣類を作った時に余る布あるじゃないですか。これがハンドメイドの素材によく使われてるみたいなんですけど、この商品の一部デザインが超有名ブランドのフェンディのデザインとめちゃくちゃ似てたんですよ。でその件でダイソーは商標法違反の疑いで横浜地方検察庁に書類送検されたんですけど、販売はもうすでに停止してるんですけど、なんでこれ混ざっちゃったんですかね。もしかしたら本当にフェンディ商品の歯切れ混ざっちゃってたって可能性ありますよね。でやはり大量生産で中国から仕入れてるものもあるみたいで、あまりおすすめできない100均の商品っていうのもありました。まずボールペンは良くないってこれどこも言ってますね。特に10本入りとかで売られてる、いやあれどう考えてもおかしくないみたいなボールペンあるじゃないですか。ひどい時半分以上で最初から書けませんでしたみたいなのもあるみたいで、100円ショップユーザーの中ではワースト1の商品として挙げられてます。次ガムテープとかビニール紐、これ引っ越しの時とかよく使うんですけど、ガムテープの粘着力は確かに弱いです。これ僕も引っ越しの時使ったんですけど、あれは結構ペライですね。あと荷造りの紐も段ボールちょっと吸っただけで切れるとか、なかなか外れ商品あるみたいです。重いものに使わなかったら大丈夫だと思うんですけど、続いて料理をする時には欠かせないラップ、ラップをカットする刃みたいな部分が取れたりとか、あとそこのお金を削減するために紙がギザギザになってるやつとかあるんですよね。そこが潰れちゃってもう切れないみたいなケースが多いみたいです。ただ実際これで、あなんかすぐダメになっちゃったなと思っても、まあ100均だからなって思えてしまうっていうところ、ここも企業戦略ではありますよね。あんまりなんか100均で買った商品がこうだったって言うと、なんかこっちがケチみたいな雰囲気になりますもんね。これ話題になりましたよね。まずリスニーさんが言ってるこのサムネの卵の正体なんですけど、これはキミプチという卵黄ソースで、厳密には卵を使って卵のソースを作ってるっていう加工食品です。豚肉をソーセージにするみたいな、それとサラダとかに乗ってるゆで卵、あれも同様としてロングエッグって言われていて、卵とかでんぷん粉とかの添加物を混ぜて作られているものなんですけど、これら加工されたものを使用することでレンジでチンしても爆発せずに温めることができたりとか、菌が増殖して腐らないようにするっていう工夫がされてるんですね。企業努力ですよ。すごいんですよこれ。なのでこれはね、企業努力であって食品偽装とかではありません。加工食品として正しくラベルに表示されていれば全く問題はないものでして、ただもしこれがですね、卵ではないのに卵と表示してしまうと、これは法律に違反することになりますね。じゃあ何が食品偽装に当たるのかということなんですけど、例えば市販で仕入れたものをオリジナルとか自家製と表示していたりとか、エビでブラックタイガーってあるんですけど、あれを車エビって表示して商品を提供するんですよ。それはバレるかって感じなんですけど、こうやって産地とか品種を偽装して店側としては原価を抑えている、これは完全アウトです。でちょっと似たもので、現物よりも商品をもっといいものであると誇張した表示をした場合もですね、これ法令違反になります。例えばマーガリンを使っているのにホタテのバター焼きって書くと有料誤認表示の禁止に当たります。これは景品表示法第5条第1号の実際のものよりも著しく有料であると示すもの、事実に相違して競争関係にある事業者に関わるものよりも著しく有料であると示すもの、これらで不当に顧客を引きつけ一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認められる表示を禁止
止してるというものなんですけど、つまりとってもいいものだと思わせておいて実際にはそうでない表示のことを言います。これ食べ物だけじゃなくてお祭りのテキヤとかもそうですよね。くじ全部引いたのに当たりが入ってなかったとか、あとこれは気づけないなと思ったのが、車の中古車販売店の会社が販売する中古自動車の走行距離を3万キロって書いていたけど、実は10万キロ以上走行した中古自動車のメーターを巻き戻したものだったってものがあったんですよ。いやむず、気づけなくなくないこれ。なんかこれ車を巻き戻されたかどうか見分ける方法とかってあるんですかね。ただ、日本だと食のイメージがあるんですけど、日本の食の安全性っていうのはかなり高いイメージですよね。実際にそうです。しかし過去にはとんでもない食品偽装の事件起きたことあります。名前を知ってる方多いと思うんですが、一番有名なのは通称ミートホープ事件ですよね。このミートホープ、北海道の苫小牧市に本社を置いていた卸売会社の名前です。こちら1976年の創業以来ですね、仕入れ業者から仕入れた牛肉とか豚肉とか、そういった食肉を業務用に加工して販売するという事業を中心に展開していたんですね。この創業者であった社長の田中稔氏っていう方が、肉のあらゆる研究をして、社内では肉のことを知り尽くした天才と言われていたんですね。実際に技術はすごかったんですよ。ミンチを油と肉を均一にする技術みたいな、そういったものを開発していたりとか、本当に天才だったんですよ。ただ商品開発を称してコストダウンのために廃棄になった肉とか牛とか豚の内臓、安いものや添加物を配合して人為的に品質をいいものに見せかけるというものをやっていたんです、ね、これが創業から20年が経とうとしていた1995年、過激になり始めたのはこの辺りで、スーパーとかの店舗内で直接食肉加工が行える大型スーパーというのが出始めたんですね。徐々に会社の需要というのが低下して、契約を打ち切られるっていう事態が相次いでいきました。これに焦った田中氏が取引先の減少を食い止めて、さらなる事業拡大を図ろうということで、かねてからちょっと面識があって人脈とか発想力に優れた赤羽喜六さんという方の家を訪れて、うちに来てくださいというふうに入社を頼み込みます。この赤羽氏っていうのは観光会社の常務取締役と2棟のホテルの総支配人としてバリバリ活躍した実績を持つ人物で、田中氏が訪れた際はすでに還暦を迎えていたんですけど、この社長のあまりの熱意にですね、偽装のことを知らないまま入社を承諾します。この入社後、会社の悪どい経営の実態を知った赤羽氏っていうのが、まず社長に直接改善を求めたんですね。ただそれは受け入れられませんでした。なので赤羽氏は内部告発を行うことを決意したんですね。ただ最初の告発っていうのは不発です。匿名で保健所とか学校給食センター、農林水産省とかに告発をしたんですけど、何も調査されなかったんですね。ここも問題になりました。その後2006年にはミートホープを退社、自分の身元を明かした上で農林水産省とか NHK、 北海道新聞に告発をしたんですよ。これはさすがに調査されるかなと思ったんですが、ここでも何も対応してもらえなかったんですね。ようやく世間に事件が明るみになったのが2007年、告発を受けた朝日新聞社が調査を開始して、牛肉冷凍コロッケの DNA を検査した結果ですね、豚肉、鶏肉、その他の肉が検出されて食品偽装というのが判明します。これにより同社はですね、牛肉ミンチ偽装事件として世間に知られることになって、その後の検査にて牛肉 100% と表示したひき肉に豚肉や鶏肉、さらには豚の心臓、さらには肉でもないパンの切れ端、こういったものを混入させ水増ししていたことが発覚しました。さらにこれだけではなくて、肉の色味を調整するために血を混ぜたりとか、雨水を使って冷凍食品を解凍していたんじゃないかとか、そういった不正行為も明らかになります。この新聞のスクープから4日後の6月24日ですね、北海道警が不正競争防止法違反の疑いで本社や社長宅など十数箇所を一斉に家宅捜索します。その後社長や元幹部ら4人が逮捕されました。この警察の調べで、田中氏っていうのは自分が指示して行った、混ぜればわからないと思ったと容疑を認めて、2008年、札幌地方裁判所で行われた裁判では一審にて詐欺容疑で懲役4年の実刑判決が下されて、肉の天才は一気に転落することになります。この会社では早くてバブル崩壊後あたりから食品偽装とか産地偽装が常習化していたとされていて、原因となったのは社長のワンマン経営によるものだったんですね。でその結果、多くの従業員は社長の指示に逆らうことはできずに、発覚するまで偽装を止めることができなかったということなんですね。なのでそこでね、自分で頼み込んだ赤羽さんに人生そのものを正される結果になったっていうのはね、ちょっとこれドラマはありますよね。はい、とこの15年くらい前に起こった大きい事件なんですけど、もうさすがにここまで大きいのはないだろうと思われがちなんですけど、実際近年でもね、こういった食品偽装で捕まる人ってのは多くて、まだまだ実態は根深いんじゃないかと言われています。警察庁の食品の産地偽装表示の検挙状況の推移ですね、過去5年を見ると、平成27年では32人、次に20人10人19人14人となってまして、少しずつ減ってはいるんですけど、また増えたりとか、平成30年から見ると横ばいで完全になくなってはいないんですよ。むしろですね、今原価の高騰ですね、デフレが起きてるんで、今後増えていくっていう可能性も考えられています。これなぜ起きるかと、この背景にはやはり日本の技術っていうのは素晴らしいんですよね。実際に安いお肉でもすごい美味しいものに変えられるんですよ。そこに国産を好む日本人に対して提供すればバレないし儲かるんじゃないかと思ってしまうというところにあるんですね。やはりこのような食品偽装が横行しないようにですね、もっと厳罰化することも大事だと思うんですけど、こういったところの活動としては、すいません飯の話だったもんで、活動としては2008年農林水産省が立ち上げたプラットフォーム、フードコミュニケーションプロジェクトっていうのがあります。ここは食品事業者同士で食の安全とか信頼に関する情報の意見交換を行ってるんですけど、2071の企業とか団体が参加してるよっていうのが分かるんですよ。これを行って社会全体で食品リテラシーを高めてるというものでして、こういうふうに企業の活動を見える形で評価してもらえるようにするということが大事で、それが
消費者からの信頼の確保にもつながっていくんですね。でもう一つ原因として、日本っていうのは原価が高いのに提供される値段は安いっていう現状があるんですね。これはね、消費者からしたらありがたいことではあるんですけど、ここはちょっとは変わらないといけないところでありますよね。今ですね、こうした物価の高騰とかで注目されているのが代替え商品というものです。これ簡単に言うと、他の食品に似せて別の食材を用いた食品のことでして、まず有名なものでいくとカップヌードルの謎肉、これ正式にはダイスミンチって言います。大豆由来の原料に肉と野菜とかを混ぜて味付けしたものなんですけど、これ肉ですもんね。あとは高価な食品の代用品として知られているもの、カニカマですね。これはカニの代用なんですけど、主な原料としてはスケトウダラという白身魚です。そのすり身にカニエキスとか塩、でんこ、卵白とかを加えて作られています。あとはマーガリン、これはバターの代用なんですよ。これかなり昔からありすぎて、代用なんだって知らない方結構多いんですね。どっちも値段同じだったりするとこもありますし、ね、なのでさっきも言ったバターあえと表示してるのにマーガリンだったっていう場合は結構あります。こういった乳製品でいくとソイチーズとか代替え卵とかもあります。で、一般的には大豆とかの豆由来のタンパク質で作られていて、卵アレルギーの人でも食べられるっていうのがメリットなんですね。こういった代替え食品っていうのは高価なものを安く体験できるっていうのもそうなんですけど、ビーガンとかベジタリアンの人、あと宗教上の理由とかで食べたくても食べられないっていう人たちに対しての、ニーズっていうのがあったんですけど、今はですね、どうやら進化しすぎてて、なんなら本物よりもうまいなんて言われてるものがあるんですよ。つまり原価は安くてうまい、代替食品が当たり前になるっていう時代ももうすぐそこまで来てるかもしれないということです。人工肉とかもありますしね、ぜひね買ってみてください。コンビニに外国人労働者が多い理由であったりとか、そっからちょっと今社会問題にもなりつつあるある件についてちょっと後半調べてきたので紹介していきたいと思います。まずコンビニといってもセブン、ローソン、ファミマ、ポプラ、デイリーヤマザキ、ミニストップっていろいろありますよね。いや、セブン、ローソン、ファミマしか知らんよという方おめでとうございます。あなたシティボーイです。まあ、とはいえこの上3つで考えてほしいんですけど、個人的に体感ファミリーマートが一番なんか外国人の従業員多くないかと思いませんか。で、これ実際データ出てまして、2018年大手コンビニの外国人労働者比率のデータからなんですけど、セブンイレブンがですね、39万人従業員のうち 3.1 万人が外国人、比率としては約 7.9%、 ローソンが20万人のうち1万人で約 5%、 ファミリーマートが19万人のうち 1.1 万人で約 5.8% となってまして、まあ、比率だけで言うとセブンイレブンが圧倒的に多かったんですけど、ファミマじゃなかったんですけど、まあ、これ調べてみるとですね、まず外国人を雇ってるっていうよりは、まずコンビニそのもののアルバイトがきつい割には最低時給が多くて、日本人のアルバイトが全然来なくなったっていう背景があるみたいなんですね。さらに深夜帯以外は長い時間働くことができないということで、まあ、そもそも労働時間に制限のある留学生の方とか、そっちの方がシフト的にも扱いやすいっていう背景があるみたいなんですよね。で、この今言った労働時間の制限なんですけど、まず基本的にですね、日本に来てる多くの外国人は専門学校とか日本語学校とかに通う留学生というのがアルバイトとして働いてまして、で、外国人っていうのは日本国内で働ける在留資格があるんですよね。それがまず日本人の配偶者など身分に基づく在留資格、そして留学生のアルバイトなどの資格外活動、そして労働現場で実習生として受け入れる技能実習制度の対象者、そして最後にいわゆる就労ビザを持っている技術者というふうになるんですけど、まあ主にこの4つなんですけど、このコンビニのアルバイトの現場では大体が2つ目に該当する週28時間の労働制限のある留学生の資格外活動っていうのが中心になってるんですね。週28時間って、まあ、週5で5時間ぐらいしか働けないわけなんですよ。ってことはですよ、時給が1200円とかめっちゃ高くても月12万ぐらいしか稼げないってことになるんですよ。結構これ都内で生活していくってなるときつくないですか。それでもコンビニに外国人が増えていくって理由は実はあるみたいでして、まず留学生で僕私コンビニで働いてますってなると、他の留学生からしたらすごいってなるそうなんですよ。俺本当かと思ったんですけど、っていうのもちょっと逆に考えてみてほしいんですけど、まあ国はどこでもいいんですけど、例えばイタリアとかに勉強しに行って、よし生活するためにイタリアのコンビニで働こうって、まず絶対ならなくないですか。難しくないですか。つまりそれなりに日本語っていうのができて、コミュニケーションっていうのが取れないとコンビニで働くっていうのは難しいということになるんですね。なのでこういった点から逆に言うと、留学生は接客で日本語を使うので自然と語学が上達するからとか、24時間営業なんで時間の都合をつけやすい、そして時給の高い夜勤シフトを選べるっていうのが大きい理由だそうです。で、こういった理由で自然とコンビニを選んでいくんですけど、さらにさっき言ったように国内のコンビニっていうのは日本人の人手不足っていうことがマッチして、自然と外国人の方が増えていったということなんですね。なるほどですよね。でもやっぱ絶対生活は苦しいよなって数字見ただけで思っちゃうんですけど、ただちょっと話変わって、先ほどの在留資格の3つ目、労働現場で実習生として受け入れる技能実習の制度対象者、これあったんですけど、これがいわゆるですね、技能実習生と言われてるんですけど、ここをちょっと調べてみたら結構過酷な状況と、いやそれちょっとまずいんじゃないかみたいなのがあったんで紹介したいと思います。まずこの技能実習生と呼ばれてる人って、外国人技能実習制度っていう制度を利用して来られてるんですけど、これ何かというと、日本国内で技術とか知識を身につけた外国人が母国で経済発展に寄与するってことが最終目標とされてる制度なんですよ。だから日本に学びに来るっていう感じですよね。で、この技能実習生は国内の企業とか個人事業主と雇用契約を結んで、いろんな技術を身につけられるように支援する制度として、日本でも多くの企業と個人事業主が利用してるんですけど、この受け入れの対象国っていうのが
って2019年時点でベトナムが19万3912人と最も多くて、次に中国の8万6982人、そしてフィリピンの3万4965人、そしてインドネシア3万2480人で続いてて、他にもいろんな国があるんですよ。じゃあなぜ日本に来るのかっていう話なんですけど、それがこの日本っていうのはアジアの中では最も発展した先進国っていうところで、あまり日本に住んでるとそう感じる瞬間っていうのは少ないと思うんですけど、やはりトヨタとかソニーとか、まあ、世界的な企業っていうのが多くあるんで、日本に馴染みと憧れがあるっていうところとか、あとはコンビニと一緒で、日本から見ると人手不足で、近年特に建設業とか製造業とかそういった分野で外国人の人材を受け入れないと労働力とか生産力を維持できない状況に陥ってるんですよ。あとはシンプルに給料が高いとか出稼ぎ目的とか、まあちょっとこれは円安で若干変わりつつはあるんですけど、そういった目的があるんですよ。でももっとコアなところにハテナ向けていくと、なんでベトナム人が多いんだろうと思ったことないですか？これ多くなったっていうよりは中国人の技能実習生が減少したっていうのがあって、中国っていうのが急速な経済発展になって、富裕層とか中間所得層っていうのが増加したことで、日本に稼ぎに来る中国人の人数っていうのが減少して、じゃあその欠員を埋めるためにベトナム人の技能実習生を多く受け入れるというようになったんですね。ただそれをいいことにですね、課題はあるんですよ。でまず一つ目なんですけど、賃金が最低賃金、はい、この技能実習生っていうのがあくまでも技術を学びに来ているの体なんで、完全なる労働者ではないんですよ。そのため最低賃金でも雇用することが可能なんですね。二つ目、これが問題なんですけど、企業側の技能実習生の扱いがひどい。よくね、 Twitter とか YouTube でもなんかそういう動画上がったりしますよね。っていうのもですね、受け入れ増やしてますよとは言っても、日本も人手不足なんですよ。技術を学ばせるために特別扱いではなく、とりあえず働いてくれっていうスタンスが強くなってきてるんですよね。もちろん全部の企業がそうではないと思うんですけど、スキルアップがメインではなく、自社の利益のために安い給料で働かそうっていう目的に変わってってると。これがどんどん最近強くなってる傾向にあって、この技能実習制度のそもそもを見ると、社会貢献制度が高くて素晴らしい制度なのに、なんかものすごいもったいない状態になってますよね。ここからいろんな問題が出てきてます。それが残業代未払い、長時間労働、暴行や脅迫、セクハラ、労災隠しとかね、こういった問題がありまして、まあ、もちろんですけど彼らも労働基準法というのは適用されます。そして最近このような背景があるせいなのか、アメリカからちょっと指摘を受けるような恐ろしい記事が出ています。それがですね、搾取の汚名を負った外国人技能実習制度、米国務省の人身売買報告書が指摘という記事でして、ここで元実習生のベトナム人男性30歳が実習先での経験というのを明かしてます。まず稼げないし、職場のいじめが怖くて逃げ出すしかない。この男性がですね、まず125万円ぐらい借金をして来日したと。で、手取りが13万5千円って聞いていたんですけど、給料はわずか8万円だったと。さらには社長の従業員に対する暴力や嫌がらせ、次は自分かもと不安になり、半年ほどで辞めざるを得なかったということで、体験談ベースじゃなくて過去にも実際起きた事件では、2022年の1月ですね、岡山市内の建設会社で働いていたベトナム人の技能実習生の男性がですね、2年間にわたり繰り返し暴言とか暴力の被害に遭ってるってことが明らかになりました。男性は日本人労働者から殴る蹴るなどの暴行を日常的に受けており、腹を蹴られて骨を折ったこともあったそうです。しかし会社は暴力を放置、さらにはこの技能実習生を支援する立場にある管理団体もですね、この男性からの相談を受けた後もまともに対応しなかったと。そして同僚が撮影していたもので、この男性の証言を裏付ける動画っていうのは残ってて、暴行の決定的な証拠っていうのは残っていたんですけど、会社もですね、管理団体も事実関係を含めてコメントしないっていう反応を見せてます。2つ目、これもちょっと話題になりました、愛媛県の西予市の縫製工場ですね。ここで働きながら共同生活をしていた11年のベトナム人女性なんですけど、まあ、ひたすら劣悪な環境で働かされた上に、2020年9月末まで残業代ですね、この方たち総額1700万円が不払いだったことが発覚しています。で、この会社何をしたかというと、自己破産申請の準備進めてるんですね。そうなるとお金払えるかわからないということで、今も悲痛な訴えが続いているという状況です。これが話題になったのがクリスマスの次の日ですね、12月26日に午後11時までクラウドファンディングを行ったんです。で、そこで支援金募ってて、僕が見た段階ですと支援者が200人超えてて、支援総額は728万5千円と結構な額の支援金が集まったんですね。こういった現状がですね、あることを加速させてるんですね。それがベトナム人による犯罪なんですよ。ちらほらベトナム人男性が起こした事件っていうニュースとか見かけるんですけど、この時やっぱり外国人の受け入れやめた方がいいんじゃないかっていう声が絶対出るんですよ。危険だとか犯罪を犯すっていうイメージで言われることが多いんですけど、これが果たしてそれだけなのかっていうところ、ただ実際このイメージってのは間違ってはなくて、治安の良さを表す世界の順位では日本は12位なんですけど、ベトナムは44位とですね、ここ結構な差があるんですよ。さらに警察庁の調査では、2021年に検挙された来日外国人の数っていうのが、ベトナム人が1908人で2年連続で最多、主に刑法犯は窃盗っていうのが多くて、一番多いのが不法滞在なんですね。これが今形変わってきて、ちょっと偉いことになってるんじゃないかっていう話なんですけど、そもそもですね、このコロナ禍になってから毎年5000人前後が失踪してるっていうデータが報告されてて、まあ、毎年ですね、昔から失踪っていうのはあったんですけど、令和に入ってからぐんと上がったんですよ。まあ、もちろんここ生活ができないってなって犯罪に手を染めたっていうのもあると思うんですけど、県警がですね、こういった件を踏まえて、こういった犯行を支援する組織があると見て捜査を続けていると報道がありました。これがですね、新潟県で一昨年ですね、外国人技能実習生による窃盗、そして万引きが異常に増
増えたという年があったんですよ。で、逮捕された中には11件のドラッグストアなどで総額約1100万円の商品を万引きしたとして窃盗罪などの罪に問われたベトナム国籍の無職の被告がベトナム人の窃盗団を率いてグループで行動していたってことが分かってるんですね。で、この取り調べでこの男たちはこの盗んだ商品をベトナム本国にいると見られるおばさんと呼ぶ人物に売ったと供述していると。ただその時やり取りしていたメッセージが消されてたと報道されてるんですよ。この万引きした商品がどのように送られていたかは分かっていないというふうになってるんですけど、で、これに関して出入国在留管理庁とか万引き犯罪防止機構が10年ぐらい前から留学とか技能実習で来日するベトナム人が急増したと。その在留ベトナム人の増加に合わせて全国でドラッグストアなどの万引きの事件が相次ぐようになったという報告があったんですね。つまりこの人手不足の日本の現状からこの組織的な犯罪にこの日本のこの制度が鼻から使われてるっていう可能性もゼロではないんですよ。だからこの失踪した実習生がそもそも犯罪目的だったのか、それとも生活苦から手を染めたのか、これが今調査されてるんですけど、でもこれがさっき言った通りベトナムにいるおばさんと呼ばれる人とやり取りしてたって、これなんかちょっと無理ある気がしません？そう言っとかないとまずい側面もあるんじゃないかなと思うんですよ。これが日本人が使って組織的に犯罪を行っていたってなると、その制度に落ち度があったって国の落ち度になってしまうじゃないですか。まあ、例えば仕事を失って帰らないといけないけどそのまま失踪して不法滞在であれば、もうそれだけで脅迫のネタになって何かの犯罪に加担させるって簡単にできちゃうんじゃないかなと思うんですよ。つまりこの制度見直さないといけないんですよ。これってもう制度そのものの欠陥を示唆してるんじゃないかなと思うんですよね。これ大丈夫かなということで、まあ、今回ですねコンビニのアルバイトの実態とか、そして後半ですね技能実習生の話なんかを紹介したんですけど、ちらっと言った管理団体はですね、まあ元々犯罪するために日本に来てる人たちなんかいないよとは言うんですよ。それは当たり前じゃないですか。それを管理してる団体が、あ、犯罪目的なのに入れちゃいましたなんか言えるわけがないんで。しかもこの現地の送り出し機関から受け入れとか、まあ、彼ら人手不足ですってなってそれを必要とする企業に送り込む代わりに管理費っていうのがあるんですよ。これが毎月1人当たり5万円ぐらいと、まあ、そのぐらいの額を企業から受け取ってると。いわば管理団体、これブローカーみたいな存在でもあるんですよね。まあ、要するにですよ、これ悪く言えば、まあ、技能実習生を企業が受け入れれば受け入れるほど儲かるっていう仕組みになってて、その顧客が企業なんで企業側に都合が悪いことは主張しづらいんですよね。ほとんどのケースで企業の意向に沿って行動してるというのが現状じゃないかなと思いますね。この余裕のなさがこういった犯罪にもつながってる可能性があるんじゃないかということで、ここをまあ知らぬ存ぜぬで行かれると日本の治安というのは今後ますます悪くなっていく一方ですね。もう技能も減ったくれもあったもんじゃないと思うんで、ここは早急に実態を調査して改善していかないといけないんじゃないかなというところでした。ドンキって最高ですよね。ディズニー、ユニバ、ドンキが僕の中での日本の三大テーマパークって呼んでもいいと思ってるんですけど、清水寺五重の塔やめとく。今日はこのリクエストあったようにですね、ドンキホーテ確かになんか実態が気になるなということで、安さの秘密であったり経営戦略とかその裏側結構ありましたんで、この雑学シリーズということでこちら調べてきたものをお話ししていこうかなと思うんですけど、まず概要からなんですけど、こちら株式会社ドンキホーテ、こちら日本の主要都市や地方都市で独自ブランドを主に総合ディスカウントストアや総合スーパーマーケットの形で展開するという企業でして、創業当社は安田隆夫さんという方で、前身が1978年に東京の西荻窪、ここにオープンした泥棒市場っていう雑貨が始まりなんですよ。ネーミングいかついなこれ。で、実はまだコンビニもあまりなかったこの時代なんですけど、この時には深夜営業を売りに成功を収めまして、今やグループの総店舗数は国内で614店舗、海外でも109店舗と3桁を超えてるんですよ。日本だけではなく海外の市場開拓も積極的に行っているという日本企業です。でも日本のドンキ、まあ、都内なんですけど外国人の数すさまじいですよね、これね。そして大きな魅力の一つとして、そのほとんどが深夜まで営業、そして24時間営業であることが特徴的なんですけど、他にも圧縮陳列と呼ばれてる陳列方法を店内では採用してるんですけど、これ何かというと高密度でパンパンな商品がもうこれ見よがしに積み上げられてるじゃないですか。しかもね、その在庫の段ボールを使って積んでるので倉庫がちょっと楽なんですよ。プラス上には遊び心のあるあのポップとか、これも水で買いを狙うためにあえてパンパンにして迷路みたいな作りにしてるんですね。だからドンキあるあるだと思うんですけど、レジ並んでる時周りの商品チラチラ見ちゃいますよね。ある戦略なんですよね。取り扱い商品は食品、日用品をはじめ雑貨や衣料類、家電製品、ブランド品、その数なんと約4万5000アイテムです。では皆さん問題です。てれん、身長180センチの卓球部と喧嘩した時僕が放った一言は何でしょう？ピンポン。次は当てるぜ。正解。すみません、間違えました。この4万5000点ある商品の中で一番売れてる商品は何でしょう？回答オープン。棒にアナル。正解は焼き芋でした。マジで？なんと焼き芋なんですって。こちら年間で1200万本売れてるそうです。知ってました？これめちゃくちゃ意外なんですけど、とはいえ言ったら僕も絶対食ってるかもしれないですね。てのも僕も最初買った時思い出したら、もともとレジ前とか存在感強めて絶対置いてあるんですよ。目につくんですよね。あと店内に入った時まず焼き芋の匂いがして、出る時にあ買って帰ろうかなってなっちゃうんですよ。やはり同じようにこの匂いにつられて買ってしまうって人が多いんですね。あとこの焼き芋意外と安いんですよ。1本約 250g と結構ボリュームあるんですけど、値段は170円前後なんですよ。で、あの焼き芋で思い出したくなかったんですけど、最近久しぶりペー
ターの焼き芋屋さん来てたんですよ。リヤカー引いてたんであれだろうと思って行ったら、外国人の方がリヤカーで音楽流しながら歩いてたんですよ。お、なんかイメージとちょっと違うなとあったんですけど、買おうと思って1本くださいってやったら1本500円だったんですよ。めちゃくちゃ高ない？ただ焼き芋のデカさがリアル 500g ぐらいあったんですよ。とんでもなくデカかったですね。しかもめちゃくちゃうまかった。あれ芋聞いときゃよかったですね。あれね、まあそれはいいとして、このコスパ最高の焼き芋、これ1年中買うことができるんで熱狂的なリピーターがいるんですよね。ちょっとまだ食べたことない方ぜひ食べてみてください。こうやってね、美味しい焼き芋を低価格で提供できるのもそうなんですけど、じゃあなぜこれだけ数多くの商品を安く提供できているのか。まずさっきの積み上げもそうなんですけど、他と比べて大量に仕入れてるんですよ。大量に仕入れるということは仕入れ値を抑えることができるんですね。一つの商品でもサイズが小さい方が単価っていうのは上がっていくんですけど、それと一緒で多く頼めば頼むほど安くなっていくってものがあります。さらにその仕入れ方法っていうのも並行輸入という方法で仕入れてて、これはですね、正規の代理店を通さずに海外の小売店とか直営店から直接仕入れるルートなんですけど、一定の価格ラインが決められてる正規輸入品とは違って、価格の規制がなかったりとか中間手数料がかからないんで安く販売できるんですね。例えば以前売られて話題になったものですと、 Windows 10を搭載した超小型の PC、 こちら手のひらサイズで文字入力がしやすくて、液晶はタッチパネルも対応してるんですよ。さらに画面を折り返すとタブレットみたいにできて、使用用途によっては iPad とほぼ変わんないんじゃないかと言われたんですけど、この商品なんとお値段は約2万2000円です。 iPad にマジックキーボードがついて、この値段と思えばめちゃくちゃ安いの分かりますよね。それとこれは NHK の時にも話したんですけど、32型のチューナーレス液晶テレビ、これですね、別売りのチューナー買えば地上波とか BS も見ることができて、テレビを見たくない、サブスクを見たいという方に爆売れして、お値段は約2万円だったんですけど、爆速で売り切れましたね。これもかなり安いですよね。あとブランド品を売ってるコーナーあるじゃないですか。ドンキのブランド品って偽物だろうとかね、思われてることがあるんですよ。論争がね、昔からあったんですけど、これ公式の方でも発表されてて、取り扱ってる商品に関しては日本流通自主管理協会の基準に基づいた検品を行って、合格したもののみを店頭に並べてるので、まあ、偽物とか不正商品は一切ありませんと言われてます。ナイス正規品なので、安心してお買い求めくださいということなんですけど、皆さんドンキで誕生日プレゼントもらったら嫌な人とかいます？僕別に嫌じゃないんですけど、私渡すとなったらドンキで買わないかもなっていうのありますよね。ただこの安い安心だけでなく、他にもですね、このドンキは SNS 戦略がすごいんですよ。実際2021年全国12の店舗でしくじり市っていうのを開催したんですけど、 SNS 上でネーミングセンスおもろとか、めちゃくちゃ正直やんつって話題になったんですけど、これ何をしたかというと、仕入れにしくじってしまった商品を投げ売りの処分価格で販売するっていうものでして、担当者が仕入れをミスったし、コロナ禍の影響も相まって商品が思うように売れなくなった結果ですね、倉庫が圧迫して困ってるんで、あ、もうどうぞ誰かもう何でも安くでいいんで買ってくださいみたいな、そういった催しでして、アンダードッグ効果っていうのを利用してると言われてるんですけど、これ何かというと、不利なチームとか弱い立場の人に対して同情の心を抱いてしまうっていう心理で、つい応援してしまいたくなるっていうものなんですけど、まあ、なんか大逆転の場面とかドラマチックな状況とかスポーツ観戦ではよく見られるんですけど、そういった要素が含まれてるんですね。ドンキ以外でもツイッターで業者がミスってこんだけ仕入れたんでこの価格で売りますみたいな見かけますけど、意図的にやってるとこもありそうですよね。さらに最近ですと、去年の1月ですね、公式マスコットキャラクターでおなじみドンペンですね、この子が若者向けに原宿系のカジュアルブランドのアパレルスピンズとコラボして、 Z 世代のファッションアイコンとしてツイッターインスタを中心にかなり支持を集めたんですね。こういう風に時代に合ってるというか、 SNS で発信力を持つ Z 世代をきっかけに話題を作っていくと、そしていろんな年齢層をターゲットにすることで顧客のパイを増やしていったりとかしています。これは素晴らしいですよね。ただ一方でですね、こうした企業努力とは裏腹に上の方の人の不祥事って結構起きてて、まず2020年の8月31日10代のインターン生が運用する公式インスタグラムで、みんなはドンキで何盗んだことがあるっていうね、すげえ投稿したんですよ。でその下の欄にはコメントで教えてね、ハッシュタグこれは大喜利です、ハッシュタグ万引きは犯罪です、ハッシュタグドンキは何でも売っているって、そういった文字が添えられて、大喜利を募集したんですけど次の日に消されたんですね。で広報担当が投稿に対して、10代の自由な発想による運用を基本とし、社会性に反する投稿はしないといったルールを定めておりましたが、今回これに反するものと判断し消しておりますと、弊社の日々の安全や店舗運営を守ってくださる関係者の皆様におかれましては、大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、本投稿により不愉快な思いをされた方につきましてもお詫び申し上げますと謝罪コメントをしました。確かに店側がドンキで何盗んだことあるはちょっと尖りすぎかもしれないですね。ただ中には完全にドンキホーテになったものがあります。それが前社長が逮捕された事件ですね。こちらドンキホーテホールディングス前社長がですね、在任中の2018年、ユニファミリーマートホールディングスによるドンキのホールディング株に対する株式公開買い付けですね、その連携強化策について知って、この公開前の株をですね、知人男性に買っといたらいいよと、買っといたら絶対上がるよって買わせて、結果公表後に売却して約6900万円の利益を得ていたというもので、結果ですね、前社長の大原浩二容疑者がですね、金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました。でその後懲役2年執行猶予4年の判決が言い渡されています。他にもですね、元常務であった稲村格夫氏、この2009年から2010年にかけて部下に指示して架空のコンサル料名目の仮払い申請書っていうのを作らせて約3100万円を騙し取っていました。詐欺容疑で逮捕されたんですけど、もう全部高級クラブの飲食代に使ったって容疑認めて、その後の判決では懲役3年と6ヶ月の判決が言い渡されています。懲役ジャングルになってしまったということなんですけど、この
ようにここ10年ぐらいで結構なOLさんが2人も捕まってるんですよ。ただですね、まあ、実際企業としての取り組みでダメ出しの伝道というね、ユーザーからのダメ出しを募集するサイトが公式であるんですけど、だいたいここに月3000件ぐらいいろんな意見が送られてくるそうなんですけど、どんなとんでもクレームが来てるのかも気になるところですよね。ただこういったユーザーからの声を受け入れて商品の改善に進めやすい体制を整えてるということもですね、ある種狙いというか、このユーザーとの距離感でも絶妙なんですよね。最後に明日からクラスの人気者になれる雑学を言います。ドンキホーテではなくドンキホーテでした。はい、ネットカフェといえばでおなじみ快活クラブっていうのが凄まじい人気で、もうちょっとブームにまでなってきてるっていう話はご存知でしょうか。で、調べてみるとこの快活クラブですね、実はあのスーツで有名な株式会社青木ホールディングス、ここのグループ会社がですね、シェアリングスペースって呼ばれる営業形態で運営してました。これコミック、インターネット、カラオケ、鍵付けの個室とか、まあ、いろんな機能を有する複合カフェの施設のことを言うんですけど、2003年千葉県に第1号である第1号なのに14号幕張西店を出店して、オープンからもう20年ぐらいは経ってるんですけど、現在2023年2月時点ですね、全国に493店舗を展開してます。とんでもない展開です。因数分解ぐらい分解してます。で、これどれぐらいの人が利用してるのかっていう調査で、意外と少ないなと思ったんですけど、これが株式会社スパコロさんっていうね、1都3県、埼玉、千葉、東京、神奈川、ここに住んでる20代から69代の1000名を対象に実施した利用実態調査、これを行ったところですね、認知率が大体 40% で、利用したことあるよっていうのが大体2割ぐらいで、現在利用してるっていうのが1割 10% ですね。月に1回以上利用してるっていうのが 6.6% という結果でした。意外と少ないですよね。だからもっと年齢層を絞れば変わってくるのかなと思うんですけど、また利用したきっかけっていうのが、まあ、漫画雑誌を読みたいとき、これ半分もいなくて 40% ぐらいで、意外と寝たいって方がですね 26% で、ネットを見たいっていうのが 25% で、家にいたくなかったっていうちょっとなんか悲しいのが 20% 続いてました。なので娯楽以外にもですね、休憩目的での利用も意外と多いってことが分かってます。これが今またさらに人気になってきてる理由なんですけど、利用目的の枠が広がってるっていう話で、まあ、こういった娯楽とか休憩目的以外にも仕事目的、そして家族利用が増えたんですね。これびっくりなんですけど、僕ら世代、僕に今27なんですけど、僕がちっちゃい頃って家族でじゃあインターネットカフェに遊びに行こうとはならなかったじゃないですか、絶対。っていうのもまずコロナ禍でリモートワークの影響ですよね。で、自宅で仕事には集中できないということでネットカフェ行ったりとか、まあ、家族がいるとオンライン会議に支障があるとかね。で、今ですね、こうやって一般的なネットカフェとは違って、ここ快活っていうのは防音機能付きの鍵付き個室っていうのを、これすごい安い料金で利用することができるんですよ。で、またコロナ禍になって、まあ、外出っていうのが制限された中ですね、近場でいろんな娯楽を一箇所で楽しめる、さらに人との接触が少ないという施設として、まあ、休みの日を過ごす家族っていうのが増えて、個室を取ってカラオケをしてとか、もういろんな別の過ごし方を利用してるんですね。僕周りに家族でネットカフェ行ったって聞いたことないんですけど、これやったことある方はちょっと教えてください。で、こういった多角化戦略っていうのが普通のネットカフェとは違うところでして、さらにそれが24時間やってるっていうのは、これはね、まあ、日本だけなんですよ。世界的に見てもすごい珍しいんですね。その理由はまあ治安なんですけど、まあ、海外とかだと夜中何かの店を開けてたら犯罪の温床になるとか言われてるじゃないですか、強盗とか。実際海外にもネットカフェあるんですけど、ちょっと前にフィリピンのカピテ州にあるサラワグ地区っていうところで無料のゲームでドータってあったんですけど、それを同地区のインターネットカフェでプレイすることを一切禁じるっていう法律を制定したんですね。この無料ゲームをネカフェみたいなところでやるのがちょっとブームになってたんですけど、2013年公式から公開された映像でプレイヤーがブチ切れて椅子投げたりとか、一人がナイフとか取り出して振り回す様子を確認できる映像が流されたんですね。さらに2014年2月アカウントをハッキングしたとして16歳の少年が11歳の少女を殺傷した事件っていうのがあって、あと同じ年の3月、プレイ邪魔されたっつって68歳の祖母を殺害したって事件もありました。さらには台湾でも2005年ですね、インターネットカフェで19歳の少年が殺害されるという事件が発生してます。まあぶっちゃけ日本以外女性が一人で夜中外出できる国はないって言われてて、本当日本は治安がいいです。なのでここでさらにね、閉鎖的空間っていうのを夜中提供してるネットカフェの設備っていうのには海外の人ってのは驚くことが多いんですね。やはり旅行者の方ではこのネットカフェに行くっていうのも一つ観光になってて、日本に遊びに来た方のブログ記事で、最初はなんか狭いかなと思ったけど、最後にはもう自分の部屋のように感じた世界一だって書かれてます。ちょっとわかります。最初入った時のファーストコンタクトそんな良くないですよね。なんかただ2時間経ったあたりからもう自分の家なんじゃないかってあれ錯覚しますよね。あと他にも完全個室席っていうのを紹介する動画がこれ海外で話題になって、反応としてここは天国だ、私も行ってみたい、自分の住んでる寮の部屋よりもはるかに快適そう、ここに余裕で住めると思ってしまった、ホテルよりも私はここに泊まってみたい、インターネット、アルコール、ティッシュボックス、俺はここが何をする場所なのかはっきりと分かったねとですね、まあ、僕らの身近にある光景もやはり海外の人からすると素晴らしいなって感じるみたいですね。そんなか嬉しいですよね。あとここにね、食べ放題とか無料でカレー食べれるとかもあるじゃないですか、たまに。でそれにもトーストとフライドポテトの朝食は面白いと思ったとか、パン、フライドポテト、マーガリンさえあればイギリスの伝統料理チップパーティーを作ることができると絶賛なんですけど、ここに関しては意外と日本人の反応っていうのは微妙だったんで、もしかしたら海外向けなのかもしれないですね。某掲示板では食パンとポテトとかこんな炭水化物ばっかで気持ち悪い、会議室で食べ物を提供してる、ポテト塩辛すぎ、あのパンは安そうで食べる気にならない、ポテトもどうせレンジでチンしたやつだし、これやはり無料だからといって美味しくないということは許されないという思考みたいですね。まあ、ちなみに今の快活クラブでは
無料モーニングのポテトの提供っていうのは終了してまして、パンの提供に関しては一部店舗ではもうやってないみたいですね。とですね、今こういった海外でも国内でも流行ってるネットカフェなんですけど、やはり日本いくら治安がいいと言いましても流行ってくるからこそ、その側面として社会問題やちょっとした闇があるんですよ。まず代表的なのがネットカフェ難民です。はい、これは言葉通りで定住する家っていうのがなくて、もう寝泊まりする場所としてこのネットカフェを利用する人々のことを指す造語なんですけど、確か牛島くんでもありましたよね。まあ、この背景には経済状況悪化した収入源とか、家庭内の問題による家出とか、そういった事情があって、日雇いとかアルバイトで働きながら、ネットカフェで生活してるという方が結構多くいるんですね。実際にこれ東京都だけです。2016年11月から17年1月に実態調査があったんですけど、都内の24時間営業のネットカフェ、漫画喫茶、こちら222店舗対象にですね、オールナイト利用者946人の理由として住居がなく寝泊まりをするためっていう方が約4割ぐらいを占めたんですよ。年代別に見ると30代の方が 40% ぐらいって一番多くて、次に50代の 27% が、多くなってます。意外と20代じゃないんですよ。まあ、さらには家を借りられないという問題もここにはあって、まあ、家借りるときって敷金礼金とかいるじゃないですか。引っ越し用とか、だからそれを貯められないとか、あとは借金から逃げてきたんで住所設定できないとか、あとは住民票がないってやつね、あとは戸籍ないから家借りられないとかね、まあ、取り戻そうとも取り戻せると思うんですけど、まあいろんな理由ですよね。まあ、これでネットカフェに住んでるって人がいます。で、他にもですね、一応事件は結構ネットカフェで起きてまして、2018年ですね、これはまだ記憶に新しいと思うんですけど、名古屋で住所不定の22歳の男性が35歳会社員をネットカフェ店内で刺し殺したっていう事件で、これはあの夜の物音が気になってイライラして、加害者が被害者ブースに押し入って逃げる被害者を果物ナイフで切りつけて刺し殺すっていう事件ありました。で、犯人はすぐ逮捕されて懲役24年が言い渡されています。さらに修羅の国、福岡市のネットカフェで30代女性の胸を触ったとして店員が警察に通報して、2018年にここの店員が逮捕されました。店員ガイドで、この男性はですね、尻は触ったが胸は触っていないっていうちょっと意味わかんない話をしてて、で、これ結局なんかネカフェっていうのが会員制だから公共の場じゃないって判断されて暴行罪で起訴されてましたね。あとは今ですね、事件以外にも歌舞伎町のっていうお店わかります？ここがかなりパパ活とか売春とか援助交際で勝手に利用されてるんですよ。これツイッターで今パパ活の造語 P 活ですね、これにハッシュタグつけて検索すると、今から都内新宿にて生中2でお会いできる方いませんかとか、今夜ホテルに宿泊したいのにお金がないので朝7時10時の間に会える方募集、大人生外に生中31、1人31時間明日お願いします。これモールス信号かなんか、これ難しいで、これこういうふうに勝手にその場所にしてそういう投稿がめっちゃ出てくるんですよ。堂々と記載されてます。まあ、こういったね、閉鎖的な空間ということを利用して待機場所とか集合場所代わりにするという実態が結構あるんですね。あとネカフェをカップルがホテル代わりにしたりとか、アダルトチャットの配信する側、それに使われたりとか、いろんな用途で利用されてまして、ちなみにこういった行為普通にあの警察通報されることあります。まあ、黙認しているところもあるでしょうけど、まあ、実際店内っていうのはルールっていうのは絶対あって、逸脱した個室の使い方や他のお客様にご迷惑がかかるような行為など悪質な場合は通報、公然わいせつ罪とかね、さっきも言った暴行罪とか、そういったものになる可能性があるんですけど、まあ、なかなかね、アルバイトで働いてたらそれ言いに行くのもめんどくさいですよね。さらに増えた理由としては、まあ、さっきも言った経済悪化による安くて楽しめるコンテンツが増えたっていう理由もあります。こういったネカフェ難民に関してもメディアで過去にも取り上げられて、まあ、ここに関しては自己責任論と擁護論の2つの意見あって、この自己責任論ちょっと話題になったんですけど、それが2018年ですね、ワイドナショーであのダウンタウンの松本人志さんがちゃんと働いてほしいと、まあ、ネカフェを出て路上なら頑張るんじゃないか的なことを発言してちょっと話題になりました。一方擁護論としては、同じ年の3月ですね、アベマ TV のアベマプライムで出演者の若新雄純、慶応義塾大学の特任准教授の方がですね、貧しい人たちが生活をしている場所だと思っている人多いが、僕からすると贅沢な図書館、勝手に線引きせずに新しい生き方を選んでるだけなんじゃないかという持論展開してます。まあ、このようにネットカフェで暮らすのはもっと頑張るべきだっていう意見と、まあ、これは意外と若者の新しいライフスタイルなんじゃないかっていう擁護論があるんですけど、これどうなんですかね。まあ、どこでも寝れますよ、僕ネットカフェの全然いいっすよっていう人もいれば、まあ、僕みたいにネットカフェで生活するのはなってこう感じる人、まあ、2ついると思うんですけど、ただ絶対的に一定数、まあ、根本な問題である貧困の実態でも絶対あるんですよ。このネットカフェっていうね、業態と派遣労働者問題、貧困の問題、ここがまあこう時代にマッチングしたこともあって、こういった若者だけではなくですね、まあ、高齢層の方も30代40代50代の人もネカフェで暮らすっていう人も増えたんじゃないかなと思うんですね。ただですね、多いのが20代だけじゃないっていうところから、何年も前からこういったお金がない人たちっていうのは多くいた状態だったんじゃないかっていうのもあって、あとは路上生活者、この境界線というところにネカフェ難民のような貧困者っていうのがいるんじゃないかってことですね。やっぱりこの今の社会においてこうやって不安定な生活を送る人っていうのは少なくないわけで、その規模っていうのが増え続ける可能性はあるんですよね。だってなぜだって、ここ解決するにはもう国そのものというか社会保障の制度が必要になるじゃないですか。だから現実的にはまだまだ難しいことなんじゃないかなと思います。さらに今後増えていくってことも懸念されてて、それに伴って治安も悪化していくんじゃないかっていうところですよね。こういった閉鎖的な空間を使ったサービスとか、今日本の治安だからこそできていたものがどんどんなくなっていくんじゃないかということです。これいい例がバカッターですよね。セルフサービスのシステムがどんどんなくなってきてますもんね。あの本当に白状調味料
はい、とまあこのパン君のこの事件なんですけど、僕実は全く知らなかったんですけど、皆さんこれ知ってました？なので今日はこのリクエストの後半にもあった、まあ、このパン君の詳細と、人がですね生きていくために食べる動物とか、まあ、こういったものの以外にその動物園とかあるじゃないですか、これが一体何のためにあるのかとか、まあ、これ少しね僕も気になったんで後半調べてきました。ちなみに皆さんパン君ってわかりますよね？あのパン君知らない人はなかなか同世代ではいないんじゃないかってくらいなんですけど、ちょっとパン君の紹介で軽くしとくと、生まれは2001年の10月ですね、宮崎県のフェニックス動物園で生まれて、後に熊本県の阿蘇カドニドミニオンという動物園に移されたんですね。でパン君がですねここの動物タレントとして番組ショーとかに出演して、で番組の出演が決まったのが2004年で、そこから8年間ですね番組に出続けて天才チンパンジーだとして活躍したんですね。ただ2012年9月6日にですね実際事件が起きてまして、これが20歳の女性研修生を襲撃するという事件を起こしてたんですね。でこの事件起きたきっかけが、この日の公演のちょうど終わったくらいのことで、この公演に出演していた出演者がですねお客さんの挨拶をしていたんですよ。するとパン君がいきなり舞台袖にいた女性に飛びかかって、体のあらゆるところに噛みついたんですね。でそれを見たトレーナーがすぐに引き離したんですけど、女性はですね額や耳の後ろ、腰、足首を噛まれ、その後ドクターヘリで病院に搬送、縫合手術の末全治2週間の怪我を負いました。でこのような事件があってからですね、その後当面の間はショーは中止、テレビのオンエアに関してもパン君の出演部分の放送については見合わせるという事態になったんですね。まあ、ただこれじゃあ悪いのはパン君かって言われるとそうではなくて、まあ、いつかこうなるんではないかっていうね危惧は前々から予想されてたんですよ。っていうのもこのオスのチンパンジーの発育の過程に関わってくるんですけど、チンパンジーのオスというのが6歳から8歳で性成熟を迎えて、そこから大人になるにつれて少し凶暴化すると言われてまして、プラス特性としてですね、集団での生活の中の序列っていうのがあって、そこで自分の遺伝子を残すために競争して勝たなくちゃいけないっていう本能があるんですよ。でそれが盛んになるのがこの時期で、まあ、ちょうど血気盛んな時期においては、まあ、ちょっとね感情も高ぶるから危ないよっていうふうに言われてた動物なんですよ。まあ、そのタイミングで起きた事件なんで、まあ、こういう危険性はあると分かってたんですけど、まあ、改善されることがなくて起こるべくして起きたんじゃないかとされてるんですね。で同時にですねこのテレビ出演に関しても、まあ、一部動物をタレント扱いするのはどうなんだとか、まあ、この視聴者さんのようにですね、まあ、さらにこれは法律に違反してるんじゃないかっていうのもちらほら言われてまして、まあ、こういったパン君のようなチンパンジーっていうのが種の保存法といいまして、まあ、この法律がですね国内外の絶滅の恐れのある野生生物をいろんな規則を設けて守っていきましょうという法律なんですけど、これの内容で繁殖目的以外での譲渡行為は禁止とされてて、ただまあ当時のパン君って明らかにショーのために譲渡されてるだろうみたいな疑惑あって、まあ、これは繁殖目的ではない保護の目的じゃない違法だと言われてたんですよ。ここに関しても過去に国とか民間組織というのを警告してて、それが2005年8月ですね、この時環境大臣がですね小池百合子氏だったんですよ。まあ、その際に本来の目的からはぐれていると判断されれば園に対しても適切に指導していきたいと警告。ジャザっていうね日本動物園水族館協会も前回一応ともにですね、まあ、動物園に対して事情聴取を行い話し合いをしていますと。またこの同じ年にですねこのジャザの倫理委員会が、まあ、服を着せて芸をさせる擬人化っていうのは野生動物本来の個性や形態を誤解させ繁殖活動にも支障が出ると改善を警告。しかし改善が見られず協会は園に対して2008年11月に大会を勧告して2009年に大会させてるんですね。まあ、このような感じでこの事件が起きる前からですね関係各所は、まあ、何かこういったことが起きるんじゃないかと、まあ、注意を出していたんですけども、あまり聞かず右から左の状態だったんですね。まあ、実際そのコミュニケーションを取るのが人とチンパンジーですから、まあ、向こうはコミュニケーションを取ろうとしても 100% 人に伝えることってできないんですよね。だから本当はもしかしたらここで何かあったのかもしれないとかどうだったかっていうのは分からないんですけど、ただ実際にこのパン君自身はですねこれまで生きてきた環境にも問題があって、そこでもすごいストレスを感じてたんじゃないかって話があって、でこれをですね仮定して実際に研究した方がおられまして、それが現在関西学院大学教育学部准教授の松坂隆久さんという方なんですけど、まあ、普段野生のチンパンジーと人の乳幼児の比較研究などをしてる方なんですけど、まあ、この方は2018年にまだ小さかった頃のパン君が出演している8本の DVD を見て、まあ、パン君の表情とか発声とかいろんな感情表現の仕方について分析したんですね。すると、まあ、テレビ用の映像とか動物ショーの映像でパン君が恐怖心とか不安とか不満をあらわにする行動の様子が頻繁に見られたというんですね。例えばお使いに行くシーンがあるんですけど、まあ、途中1メーターほど飛ばないと渡れない川が出てくるんですけど、まあ、そこでパン君飛べなくて前歯を前に出して歯を強調させる表情を見せるんですけど、まあ、これがグリマスと呼ばれている恐怖を感じている時に見せる表情で、まあ、パン君はこの川っていうのを相当怖がっていたんじゃないかと見解できるんですね。あとはよく動物ショーでですね、まあ、お猿さんとのやり取り今もありますけど、まあ、パン君とトレーナーの方が漫才の掛け合いをするっていうのがあるんですよ。でもちろんですねパン君はセリフが理解できてない部分もありますし、でも首を縦とか横に振ることで話を理解してるかのようなやり取りっていうのが繰り広げられるんですね。ある掛け合いの場面でトレーナーが今日の会場は綺麗な方ばっかりだねっていう言葉に対してパン君は首を横に振るんですね。でいやいやそんなことないでしょうと、じゃあ綺麗じゃない人がいるなら指さしてみてって言われてパン君は会場を指さすんですよ。ここでトレーナーがやめなさいそんな指さすのはって言ってパン君の指を押し返してパン君は口の先を尖らせるっていうね、まあ、鉄板の漫才芸のような感じなんですけど、この最後の口を尖らせるっていう部分が、まあ、パウトって呼ばれる表情で、まあ、不安とか不満を感じてる時に見せるものなんですよ。でこれはですね漫才でいうツッコミに当たる部分ではあるんですけど、まあ、パン君の表情っていうのはトレーナーの仕草とか口調を攻撃的なものと捉えてるように見えて、まあ、小さかったパン君にとっては、まあ、ストレスを感じていたんじゃないかと考
考えられてるんですね。これ確かにね、よくよく考えてみると、まあ、パン君自身とか、まあ、お猿さんもそうなんですけど、それが漫才だとかボケたツッコミを今入れられたとかね、わからないんですよね。だからこう言ったら指をさすって教えられてるだけっていうことなんですね。でまあよく考えると、このエンタメの仕様によってこう擬人化された動物の姿を感情移入して人々は楽しんでるんですけど、ただこちら側はわからないところで、まあ、相当ストレスを感じていたんではないかっていう問題がわかってるんですね。じゃあこういったショーに使われる動物以外でも、まあ、身近な場所で楽しめるといったら動物園があると思うんですけど、まあ、動物園っていうのはね、小さい頃から僕らの身の回りに当たり前にあるんで、特に何も感じてない人多いと思うんですけど、まあ、俯瞰してね、ちょっと動物園ってものだけを言い方を変えたら、檻に囚われた状態で見せ物にされているっていう風な悪い感じで捉えることもできるんですよね。まあ実際に行動で行くとですね、動物は同じ場所を同じ速度で歩き続けるペーシングとか、同じ場所を円で描くように歩き続けるサークリングとか、そういった目的を持たない同じ行動を繰り返してしまったりとか、まあ、同種の動物の肉とか内臓を食べる、まあ、カニバリズム、母親が自分の子を殺してしまうとか、まあ、そういった攻撃的になってしまったりとか、こういったちょっと違う異常行動っていうのが日本の動物園でも確認されてて、やはり動物園自体にストレスを感じている動物もいるっていうのが、まあ、現実的な問題としてあるんですね。でやっぱりちょっと気になったんですけど、そもそも動物園ってなんでできたのか、これ知ってる方少ないと思うんですよ。で調べてみましたら、まず18世紀のオーストラリアでは、まあ、見せ物としてその動物園というのが誕生したんですけど、まあ、徐々にその概念と目的っていうのは変わっていきまして、まず種の保存目的です。まあ、これ先ほどパン君が種の保存法という法律で守られてて、いろいろ規則あるよって話をしたと思うんですけど、まあ、これもその一つで、希少な野生生物っていうのが野生にいると絶滅の恐れがあって、まあ、数っていうのがどんどん少なくなっていくんですね。なので動物園で次の世代に引き継いでいくって目的で繁殖の活動を行ってるんですね。でこれは日本に限った話ではなくて、世界の動物園との間でもこの日本のやり取りを行われてて、まあ、上野動物園のパンダリンリンですね、まず繁殖のために2001年から2003年、上野からメキシコの動物園に3回ぐらい渡航しています。次に調査研究目的です。まあ、これは種の保存法の観点からなんですけど、まあ、一般に飼育とか展示する動物っていうのは新たに捕まえるんじゃなくて、まあ、飼育環境の中でどれだけ増やしていけるかっていうのが大事にされてて、ここで暮らしやすい環境づくりっていうのはすごい大事になってくるんで、まあ、いろんな調査とか研究が行われています。同時に教育と環境研究目的もあります。これはね、小さい頃学校の行事で動物園行きませんでした。まあ、これが本とか映像だけじゃなくて、リアルな生き物の匂いとか声を体験したりとか、積極的に触れ合っていくことで、まあ、知らない生態とか、まあ、その動物園何なのかっていうのを理解してもらおうということを目的としてます。そしてこういった取り組みによって、まあ、実際に自分たちでできることは何なのかっていうことを考えるきっかけにしているという面もあるんですね。まあ、ただですね、意見として、いや実際お金を取って娯楽として展示してるっていうのもあるから、お金目的じゃないっていうのはちょっと無理があるんじゃないかっていうところもあるんですけど、じゃあ実際それで売り上げてるのかっていうと、売り上げが立ってるところっていうのはめちゃくちゃ少ないんですよ。公立の動物園であればもうそのほとんどが赤字です。まあ、さらに言うとその出費の大半っていうのは動物たちの餌代なんですね。でじゃあ赤字の分でどうなってるのかっていうと、まあ、税金で賄われています。入園料は3割、税金7割と言われています。なのでこう見るとお金目的とか見せ物とかではなくて、飼育している、そして保存目的っていうのは分かると思うんですよね。ただやはり意見としては、まあ、種の保存っていうのは確かに大事だけど、まあ、ちょっと話変わるんですけど、今日本っていうのは少子高齢化で、人そのものをまず保存することを優先させないといけないんじゃないかっていうのもあるんですよいやこれはまあ確かにと思いますけど、まあ、動物っていうのはペットもそうですけど、犬っていうのもいろんな犬種を組み合わせた新しいね、可愛い揺れる犬種っていうのが出てきますよね。ただこの動物園とか水族館もそうなんですけど、まあ、こういった場所で守られながら生きる方がいいのか、自然にやはり野生に返して自由に生きていく方がいいのか、まあ、これに関してはね、どちらの意見もあると思いますんで、ぜひ皆さんの考えもコメント欄でお願いします。ただやっぱり動物がもしコミュニケーション取れたら、いやこんなとこ出せって絶対勇気はするんですけど、まあ、それはそうなんですよ。ただ実際野生だと生きていけない動物っていうのも安全に動物園で暮らしてるっていうのも事実なんで、まあ、難しいところでありますよね。ユーチューバーが動画にしてるぼったくりバーとかぼったくり居酒屋なんですけど、この令和のこの時代にまだ存在してるのかというところについて紹介していきたいと思います。っていうのがですね、最近フラッシュの週刊誌の記事で、とある暴力団の幹部の方が語ったぼったくりバー事情が話題になってまして、それがまずこのぼったくりバーを題材にした動画はほぼやらせ、さらに動画で取り上げられている店の中には反社が絡んでいる店舗もあり、 YouTuber の所属企業に転職した元スカウトからの動画依頼があると。ちょっと待ってくれと、やらせっていうのは何個か発覚したじゃないですか、スカウトからの動画どういうことって思いますよね。これがなんかね、ちょっとやばそうで、っていうのがこのぼったくりバー潜入って YouTube の中では絶対再生数回るじゃないですか。だから、まあ、これが誰かとか明言してないんですけど、中には反社会的勢力とつながりのある YouTuber が店と従業員そのものをレンタルしてお金を払って撮影することがあると記事で語ってたんですね。完全にアウトでしょう。闇営業の中の闇やんか、闇営業やんか。全員教えてくれたらまた歌作ります。あげおげ俺入り顔に塗られた泥はまるで塗り絵。でさらに言うと、もう払いませんってなった時にちょっと時間が経ったら暴力団の人がゾカゾカ出てくることとかもうないそうですね。っていうのもそれがもう暴対法の関係で、もう普通に店の人が対処して、まあ、それがね、たとえ YouTuber で揉めたとしてもどんな手を使ってももう一人捕まってもいいぐらいのレベルで絶対動画残した状態で返すことなんかないそうです。いやそれはそうですよね。なんか拳銃出されてる格闘家の人いませんでした？あれはマジビビったなみたいな言うてましたけど、さすがにそれはって思いましたね。ただ過去にですね、マジでヤ
ばい社会の人間から半殺しにされたことがある人知ってます？それが江戸さんって言うんですけど、ぼったくりバーとか居酒屋じゃなくてぼったくりの風俗店に潜入したと。もうヤバそうじゃないですか。すると自身が YouTuber だとバレてしまったらしくて、この動画を公開したらマジで殺すぞと脅された上で免許証のコピーを取られ100万から200万の請求されたと。半殺しにあったと。本人が血だらけの顔をモザイク入れてアップしてて、その後ほとんど動画上がらなくなって今もまちまちっていう状態でして、ちょっとこれに関してはガチじゃないかってめちゃくちゃ言われてますね。まあちょっと話を戻すんですけど、この YouTuber が取り上げてる動画っていうのはやらせ多いんですけど、ぼったくりバーとかってこれ普通にまだあります。ただこのバーっていうのは減ってる傾向にあるんですけど、居酒屋とか飲食店でちょっとだけぼったくっていくっていうのが流行ってるんですよ。まあこれもちょっと後でガッツリ話すんですけど、今特に多いのがコレコレさんとかが動画にしてる写真と全く違うってやつですね。なので従来の感じで値段を釣り上げるっていうよりは高級そうなイメージで集客しておいて実際ゴミを持ってくるってやつですね。最近ね、僕ツイッターで見かけてかわいそうやなと思ったのが、友達の誕生日のサプライズケーキでそのバースデープレートみたいなのあるじゃないですか。あれを注文して出てきたのがあのマジでね、写真のやつじゃないですよ。そもそも写真のやつはケーキみたいになってるんですけど、さらに汚い字でチョコレートでハッピーバースデーみたいな書いてあるやつで、でもう空気も最悪だったみたいな投稿があってね、さすがにこれはひどいなと思いましたね。なんやろ、深田恭子写真に載ってたんで行ってみたら坂田恵子だったみたいな。お前これ、じゃあそんなヤバい店の特徴なんですけど、まず一番多いのがお店の看板がない。はい、これが一番あるんじゃないですかね。もうあの店名っていうのが表に出ていないこととか、お店のドアにすら何も書いてないとこもあるんですね。でこれが悪質なのが、今マッチングアプリで女とグルになって巻き上げてるっていうところがめっちゃ多いんですよ。これはどっかでもちらっと話したんですけど、もしねマッチングアプリで知り合って急に女の子が2軒目私のなんか行きつけの店あるんだけど行きたいとか言い出したら要注意です。雑居ビルに入ってて看板出てない店とかもう完全にグルですね。でなんか最近ですね、バルバルミラーとかにとんでもない芸人から急にまた連絡来て、友達が何十万ぼったくられたんだけどどうしたらいいって来て、だからもう警察行ってこいっつって、で次の日警察に行ったら、今警察ってそういった被害相談が多すぎるらしいんですよ。だからその話聞いて、店の番号どこですかっつって店に直接電話かけてくれたそうです。1本電話して、あはいもう大丈夫だよ、はい次次みたいな。でその方たちが順番待ちしてたらしいんですけど、その前2人もこのマッチングアプリからのぼったくり居酒屋の被害者だったらしいんですよ。今めっちゃ多いらしいです本当に。あと普通に被害に遭ってしまう例としては、都内で行くと私服のキャッチってのが結構危ないんですよ。基本外で立って客引きとか勧誘って禁止なんですけど、特にその居酒屋の店の前でうちの居酒屋どうですかとかあるんですけど、私服でお姉さんなんか居酒屋探してないですかみたいなインカムつけて、これ危ないんで結構注意してください。とはいえまあやっちゃいけないんですけど、別にまともな人もいるんですよ、普通に紹介する人も。なのでまあ店を聞いたら自分でその場で検索して、ちゃんと Google の口コミとか食べログとか載ってるかっていうのが一番いいですね。実在してて評価それなりにあれば大丈夫です。でこっから最近また新しいのが出てきておりまして、それが中国人のぼったくりバーっていうのが流行ってるみたいでして、まず手口としては、お兄さん5000円飲み放題って声かけてきて、で中国人の客引きの女性についていったら中国焼酎を何回も一気飲みさせられるんですって。でベロンベロンになってるところに高額請求させられるそうです。いやパワープレイかよ。でこれってのはちょっと前までは警察呼んでもこういった値段っていうのは店が決めることなんで、警察なかなかの民事不介入っていうことで介入しづらかったんですけど、最近ですねその暴力団とかじゃなくて半グレっていうのが非常に多くなってきた影響で、公序良俗に反する値段のものは法律的にも支払わなくて良いということで対応してくれます。これ簡単に言うと、明らかに暴利目的の値段と分かるものは払わなくていいということですね。ただこれでも気をつけてほしいんですけど、ぼったくりだと確信してても、もうお金を払わずに逃げてしまうと無銭飲食になるんですよ。これが逮捕される可能性あるんで、ただ決まってですね警察呼びますよって言ったら、呼んでみろよって言うんですよ。向こうも警察呼んでよ、あんたが捕まるだけだよって言うんですけど、あ分かりましたーって普通に呼んでください。じゃ急に多分態度変えてくるんですよ。まあ、それでね必ず録音してください。お前殺すぞとか言ってきたらラッキーですね。あの殺しません。7万円で殺すとかあんまないと思いますね。まあ、これでね脅迫とかになって刑事事件とかにもなりますんで、すぐ通報してください。しかも過去の判例で都内のガールズバーで高額の代金を支払わなかったとして男性が通報されて逮捕されたんです。これお客さんです。ただ判決がこの料金約5万5000円を故意に支払わなかったとして詐欺罪に男性問われたんですけど、店側の伝票に明らかに虚偽が含まれるとして、実際にこの被告が支払うべき料金は2400円やと、お前らがこうぼったくりしてんだろうがということで無罪の判決が言い渡されました。2400円5万5000円ってさすがにぼったくりすぎるこれね、っていう判決とかも今出てるんで、まあ、さっきも言ったように今はしれっとぼったくるんですよ。これが実際の被害としては、時間制限ありの飲み放題なのに飲み物がもう15分とか全然出てこなかったりとか、15分に1本で最大でも5、6杯しか飲めない風にしてたりとか、そもそも食べ物の値段が200円ぐらいちょっと高かったりするんですね。であとはラストオーダー付近で店員がオーダー取りに来なかったりとか、会計でさりげなく 5% ぐらい上乗せしてるってことがあるんですよ。これがね酔っ払ってる客とかを狙ってやってる可能性あるんで、まあ、それが狙いでやってるんでね、必ず伝票は見てください。あとはさっきも言ったですね、居酒屋のメニュー表の写真と実際に来たものが全然違うという問題、これも一応ね対応策あります。これがですねメニューの記載と比例して明らかに分量の少ない料理を提供することによって店側が約束を果たしてねえよってことで債務不履行責任を負うことになるんですよ。なので客側はこれに基づいて注文キャンセルしたりとか、それが認められれば代金を支払わないと主張することができるんですね。ただこれですね、すでに食べてしまってるものに関しては無効になるんで気をつけ
けてください。あと、まあ、都内でまだ存在してるぼったくりで言うと、まあ、これもなんかもうあるあるというか観光みたいになってますけど、竹下通りとかアメ横とかの商店街にある外国人の方が経営してる服屋の中にはまだね格安で仕入れたコピー商品を高値で販売するっていった商売してまして、でこれがもう普通に店構えていても他店との競争に負けて商売にならないんで、人ができるだけ多いところでもう堂々と営業してカモを捕まえて店に連れ込んで、もう店に一回入ったら絶対買うまで出さないっていう方法を取ってるんですね。怖すぎでしょ。なので声かけられても無視してください。あの僕めっちゃ最近ですね、アメ横を朝の11時半ぐらい歩いてたんですよ。そういう通りに入っちゃって、もういる人いる人全員お兄さんお兄さんこれ見ててよってかけてくるんですよ。お兄さん見てて、お兄さん見てて、お兄さん見てってって、最後もうちょっとでここ抜けるってとこで、お兄さんちょっと一回でいいから見てってこうすげえでかい声で言われて、パッて見たらマッスルポーズしてたんですよ。あそれみたいな今思うとおもろいんですけど、さすがにその時はビビりましたね。でこれがなぜこんなぼったくりはなくならないのかということなんですけど、これもぼったくりの特徴なんですけど、これねまず店の構造っていうのがオンサイト型っつって、外から一切店内が見えないという構造になってるのも一つの特徴なんですね。あとは月に3組ぐらいでもぼったくることができれば、まあなんだかんだ店できるよねってこともあって、向こうもそれなりのリスクはあるけど、特に摘発されずに注意で終わったりとか、やばくなったら場所を移動するってことが多いんで、ぼったくりって消えないんですよね。ただ特にですね気をつけてほしいのが、今この半グレに関して今年からね活動がかなり活発になってるみたいでして、なので皆さん観光とか行く際はですね、まあそういった危険エリアとかちょっと治安が良くないところっていうのはね事前にリサーチして、変なキャッチと、そして危ない店に捕まらないように注意してください。これ使ってきます。はい、これ1個5000円です。税込み5500円。税金高くないか消費税。福袋ってなんで正月なんて思いません？まあ思いませんっていう意見もたくさんあると思うんですけど、これもともと発祥がですね、七福神として有名な大黒天様、この方がうちでの小槌と米俵と一緒に抱えてる袋あるじゃないですか、これのことを指してるんですよ。じゃあいつから始まったのかっていうのは諸説あるんですけど、江戸時代の今の三越の前身である呉服屋の越後屋っていうところが生地の端切れとか残りの布を入れてイビス袋として販売したのがルーツなんですね。なのでこれ別名ゴミ袋で、これがですね意外と売れるよということで次第に地方にも伝わって、日本各地の服屋が真似するようになって、寿司か、この呉服屋以外にもお店の商品の残り物なんかを入れて販売するようになったんですね。だからあらがち入ってるものが何これみたいなのって間違いではないんですよ。でも名前が福袋なんで、値段は1万円で3万円ぐらいの売れ残りが入ってるっていうのが本来正解なんですよ。ただ最近もう福袋って結構ひどいもの多いよねってところも増えてきて、中身の分かる福袋とかも存在してますよね。なんかいろいろ概念壊れてる気するんですけど、ただやっぱこの年になると毎年買っちゃうんですよね。昔小学生の時にお年玉で4000の福袋を服屋のやつ買ったんですよ。したら中にシャコタンの車のおもちゃ入ってたことあるんですよ。なんか外れ当たりとかじゃなくて謎すぎて困惑しましたね。でもやっぱ福袋っていうのはね在庫処分とかですごい売れるんですよね。ただこれはねドキドキワクワク感以外にも実は心理的な要素がふんだんに入っておりまして紹介します。どうも明けおめ安コーチです。出るとこないから心理学で出ちゃって安コーチです。まずはアンカリング効果というものが働きます。安コーチです。似てるかもわかんないですけど、これは2万円分の商品が入っていて1万円っていう風に、まあ、お得感を演出してる、まあ、お得なんですけど、ただ1万円って高いじゃないですか。ただ基準を2万円っていう風な安価にしておいて1万円を安く感じさせるという手法なんですね。あとは抱き合わせの効果、またの名をサンキューセットの魔法。こちらですねよくある複数種類の商品が入ってるセット販売のことを指してまして、これによって売り手側は在庫処分できる、買い手側は選ぶ手間を省けるというより、まあ、双方にメリットがあるということを言うんですね。そして最後に小畜梅の法則、これはあんま聞きなじみないんですけど、福袋にも大きい袋とか小さい袋とかグレードといった様々な種類ありますよね。あれ一つに絞らないのって実はわざとでして、これ分けて販売することで消費者を操ることが可能なんですよ。じゃあ最も売りたい袋ってどこに設定してると思いますか？まあ最も売りたい袋って店側からしたら利益率が一番高い袋ですよね。これどこに置くかっていうと真ん中に設定するんですよ。地区です、地区で。その上下にもそれより高い袋と安い袋を用意すると、なんとなぜか真ん中が一番売れるってものなんですよ。面白いですよね。ただやっぱり利益っていうのは少ないものとして、そのお店のリピートのきっかけ作りとしてやってるところが多いんですね。まあただ利益出ないっつっても、まあ、中にはいやそうゴミやんけど、あまりにもひどい場合あるじゃないですか。でまあこれ商品が明らかに不良品とか壊れてるとか、買う前に説明されてたものもう全然違うっていう場合は販売側の過失になるんで返金ができるんですけど、仮に中身が詐欺レベルのものでも返品できないんですよ。詐欺で言うと福袋詐欺にあった YouTuber がこの度いまして、それが何でしたっけ、あ、美味しい網感謝感謝またいっぱい食べたいなと、最近では後ろからガッてウィーでおなじみのスカイピースのテオさんなんですけど、ポケカの福袋100万円分を購入して中に170万円分のカード入ってたんですけど、これが実は印刷したコピー商品だったんですよ。結果99万円の詐欺になりました。ウィーで福袋って上限どんなんあるんかなって調べ
べてみたらびっくりしましたわ。過去にはですね10億円の福袋販売されてました。もうわけわからんでしょ。これがロイヤルシステム株式会社の森田学社長が行った新春福袋ってやつなんですけど、この中身がですね約2億2500万円相当の池上高級賃貸ビル1点、約2億円相当のダイヤネックレス、ルビーサファイアエメラルドと約3億円相当、これに始まりブランドバッグ100点と大体ですね20億円相当の商品が入ってるんですね。これさっき言った2万円分の商品が入って1万円のこのアンカリング効果のいかつい版ですよね。若干規模違いすぎますけど、あとはこれは20億の中に入ってるかどうか分かんないですけど、ゴルフ教室とかテーブルマナー教室っつった森田社長のマンツーマン授業も受けられるサプライズ付きのようです、それと今年なんかで言うと名古屋市中区の商業施設ラシックで名古屋三越が開いた発表会で7500万円の福袋ありました。これがですねプライベートジェットで行く5泊7日のハワイ旅行でして、特典として自宅から空港までの送迎とか、いろんなとこ特別に案内してくれるツアーなんかあるんですけど、これ一組限定ですってなってたんですけど、普通に買うのと何が違うんと思いましたね。ただ最近ですねとあるやつらのせいで福袋が炎上するってことが多くて、2016年スターバックス双子卵アテンド福袋108個、この全部を先頭に並んでいたバカが買い占めて2番目以降に並んでた人が一つも買うことができないってものがあったんですね。なんなんこいつですよね。この福袋にはコーヒー豆以外にもマグカップとかタンブラーとかのアイテム入ってて、これがめっちゃ人気なんですよ。でこの買い占めたやつってのが、お察しの通り転売屋だったんですね。でこの人はオークションサイトでバラバラにして出品していたんですけど、インスタで買い占めの様子を投稿してたんでアカウントが特定されてバッシングが集中して、さらにはいたずらで入札キャンセルっていうのが相次いで、うまく転売することできなくなって最終的に出品することすら難しくなったんですね。マジでざま。なのでこういった事例もあってお得なものを入れて店の前で売るっていうことが難しくなってきてるんですよ。で徐々に販売ルール変わって店頭販売からオンライン抽選になったんですけど、なんかめんどくさいじゃないですかオンライン抽選って。昔はスニーカーとかもさオンライン抽選じゃないとこ多かったのに、この転売屋のせいでこんなことになったんですよね。ただこれを福袋でやっちゃうと当日支払い期限に間に合わずにキャンセルになっちゃう人がいたんですね。そのキャンセル分っていうのが追加販売になるんですけど、正月過ぎてるってことがあるんですよ。ただこの時ですねこの追加販売っていうのがなぜか早い者勝ちでして、販売スタート追加ですってやったらアクセス集中してサーバーダウンしたんですよ。でやっと繋がったと思ったらもうすでに完売だったみたいな。で買えない人もいや結局買えんかったわっつってスタバ側が非難される結果になったんですけど、まずそもそも悪いのは転売屋なんで、あとこれはね日本ではありえないと思うんですけど、中国では中身開けてみてお楽しみのブラインドボックスっていうのがあるんですよ。これほぼ福袋なんですけど、去年話題になったもので中国の宅配便の荷物から約160匹の犬とか猫が発見されたんですよ。ビニール袋で密閉された箱に詰め込まれてて、もうその多くが衰弱してすでに亡くなっていた動物もいたんですね。でこの発見されたのが宅配便の荷物として郵送される途中でして、輸送中の排泄を防ぐために丸1日以上餌を与えず、この犬とか猫がブラインドボックス形式約168円で売られた商品だったんですね。ひどすぎでしょこれね。これお国柄なのかどうかっていうのは分かんないですけど、さすがにねえよなと思いましたね。この福袋ブラインドボックス、この名前は違うんですけど、海外の一部では福袋っていうのは正月に売っていけないっていうのがあるんですよ。でも元々福袋ってさっきも言った通り日本独自の文化だったんですけど、アップル式名称でラッキーバッグっつってそういった名称で販売されるようになったんですけど、最近徐々に世界に広まりつつあるんですよ。っていうのも中華圏の文化を受け継いでる中国、台湾、シンガポール、マレーシアとか、中国文化の影響で強いベトナムとかモンゴルなんかは旧正月っていうのがメインなんですね。だから1月っていうのは旧正月に向けたための時期なので、日本とは全く異なる受け止め方をするんですよ。なので1月ではなく福袋っていうのは2月に登場になるんで、こういった国は皆さんお間違えないのを気をつけて。何が、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回ですね福袋の実態とか過去に実際に起こったクソ転売屋の事件なんかを紹介したんですけど、今回ですね僕久しぶりに福袋買ってきました。実際これがお得なのかどうか見ていきたいと思います。明けましておめでとうございます。はい。1月1日元旦ということで、今1月1日でございます。朝からですね、福袋、並んで買ってきました。いやー、争奪戦かなと思ったんですけど、全然でした。はい。行った場所が行った場所だったんですけど、って言うと失礼なんですけど、どこに行ったかと言いますと、2023年も田代正史を忘れてはいけないということで、田代正史さんが逮捕されたのが、赤レンガ倉庫の裏の駐車場やったということで、赤レンガ倉庫さんで福袋を買ってきました。はい。っていうのもね、ゲームの福袋どこで買おうかなと思っていろいろ探したら、赤レンガ倉庫さんがいいよということで、赤レンガ倉庫さん行ってきました。で、朝9時ぐらい行ったんですけど、みんなね任天堂スイッチと何かが入ってる福袋みたいな数万円するんですけど、もうおそらく任天堂スイッチが入ってるから中身が分かってる状態じゃないですか。だからほぼ得だということで、ほとんどの人は朝から来てる人はそれを買ってたんですけど、僕以外の人それ買ってたんですよ。で僕だけ、任天堂スイッチ持ってるし、なんか福袋の中身どうだっていうのでね、そんな中が分かってるもん買ってきても意味がないじゃないですか。だから3つ買ってきたんですよ、ゲームのカセットが入ってるランダムで。そしたら店員さんから、本当にこれで大丈夫ですかみたいな、これ買うんですかみたいな絶対これ買いますけどみたいな顔してありました。買ってきました。そうですね、これ3つ買ってきたんですよ。はい、これ1個5000円です。5000、税込み5500円。税金高くないか、消費税5000円のもの買ったら500円税金ですわ俺。その時点で服じゃないけど、はい、
見つかってきました。施設から行きますか。なんかね、どれかがプレフォーのゲームだった気がするんです。これスイッチだった気がします。赤レンガ倉庫さん、任天堂スイッチの福袋1個目。やっぱ楽しいですね。いやー、寒かった今日。なんかすっげー人も多かったし、もうすげー隠密行動して行ってきましたよ。もう並んでる時恥ずかしかったわ。今からみんなこれ買うんだろうなって思ってたし。赤ねし、こんな厳重にします？さすが赤レンガ倉庫さんですね。福袋3つも買って帰ってるみたいな、子供からすごい目で見られましたね。いいなーみたいな目で見られましたけど、スイッチは入ってないんだよとか思いながら。これは任天堂スイッチ入った。はっ、まず1個目5500円です。これはい、こちらドン、レッツグッドフィット。おい、レッツ、お、あれ、お、2つ入ってるやん。よっと、一つ目、こちら、ドラゴンボールザ・ブレイカーズ、ドラゴンボール。これ、いくらやろ？定価かなこれ。これ新品ですもんね、だってね。あ、早期購入特典だ。そんな売れなかったんですかこれ。ドラゴンボールザ・ブレイカーズの検索の一番上に、つまらないって書いてありますね。そんなわけないや。そんなつまらないもん、福袋に入れるわけないでしょ、そんな。安、3000です。ドラゴンボールザ・ブレイカーズ値段。あ、なるほど。通常版が1980円と、セル抜け殻フィギュアが付く遊びストア限定が6900円ってことは、これ1900円、2000円ぐらいですね。税込みで。もう一個です、問題は。これですよ。俺、ゲームソフトの商品券入ってました、1000円。売れピー。もうこの時点で得じゃないの。これ1000円です。1000円入ってます。ちょっとこれ、店舗の名前書いてあるのあれですけど、1000円のゲームソフト商品券です。あと1個ですね、これ。レッツゲットフィット？正月からこれやんないといけないですか、これ。レッツゲットフィット。レッツゲットフィットいくらやろ？この値段が新品で3490円ですね。だから、まあ、だいたい足したら5500円の商品券1000円ついてるので、プラス2000円ぐらいですかね。甘く見て。プラス2000円ぐらい。ただ、これ買う機会ないですからね。レッツゲットフィット。何やねん、レッツゲットフィットって。でも結構面白いみたいな書いてありますね。自分だけのトレーニングルーティンが作成可能。なるほどね。あ、フィットネスのやつですね。これいいですね。これちょっとやろう。正月ちょっと今食べ過ぎてるっていうのもあるんで、これやります。で、合計したらまあ、6000円ぐらいのプラス、ゲームソフトの商品券が1000円入ってますんで、まあ7000円ぐらい。ことですか、これ。まず一つ目。任天堂スイッチでしたね。スイッチ全然開けてないんですけど、これもスイッチだったかな。こっち行きましょう。こっちが確かプレイステーションでございます。これが楽しみなんですよ。僕プレイステーションの方がやるんですよ。チナですけどね。え、5本入ってるわ。もうこの時点で得でしょ。1個だって1000円以上すればもう5000円ですから、5本も入ってるわ。嬉しい。赤レンガ倉庫さん、こちら。はい、来た、三国無双。出たよ、三国無双。三国無双いくら？三国無双とか何年ぶりやろ？もう数年やってないわ。小学生ぐらいから、ちょ、嬉しいっすね、三国無双は。新三国無双だ。猛将伝。セブンかい。8出とるやろ、今。8がこれ最近出たんすかね。いや、8、2018年よ。8、2018年。もうまずい気してきたよ。三国無双、セブン。これ2014年ですね。約9年前のゲーム入ってます。ええ。だって2014年新年明けましておめでとうございます。2014年は本体と共に発売されましたが、2014年入って新年一発目のビッグタイトルだったみたいな感じですね。あ、でもこれ中古かな。中古っぽいな、これ。中古だな、これ。こうだってめっちゃ擦れてるもん。これ中古やわ。え、中古で、ゲオオンラインの中古で800円。うん、800円。じゃあ次行きます。次がこちら。フォールアウトやんけ、これ。フォールアウト入っとるやんけ、おい。フォールアウト4、3やっだし、フォールアウト4って18件入ってるやん、これ。赤レンガ倉庫さん18件入れてますやん、これ。2015年、8年前です。あ、中古で2000円ぐらいですね。あ、でもまあどうでしょうね。中古で2000円なんで、まあまあまあいいんじゃないですか。うん、中古で2000円ならまだいいかもしれないですね。と、あ、またこれ商品券入ってます、1000円の。これでも、え、嬉しい。商品券入れてくれていいね。次行きます。こちら、ドン、フォーナーだよ。まあでも、やろうかなと思ってやれてなかったんですよ、フォーナー。こう、甲冑つけた人たちが剣で戦うやつですね。フォーナー。もう2年前見た時めっちゃ安くなっとったね、これ。プラス2000円で。これちょっとふざけたでしょ、これ絶対。フォールアウトとフォーナー連続で入れといたらおもろいかな、みたいなことやったやろ、これ絶対。楽天の中古で300円。安ー。何それ。これやってる人最近見てないよ。フォーナー中古で、まあ、そうっすね。370、500、まあ中央値と500円でいきましょうか。はい。フォーナーでした。次、こちら、ドン、モンスターハンターワールド。これは怒ろうかな。これはどうしようかな。最近僕モンハンライズを1から始めだったんですよ。モンスターハンターワールド入れる？福袋に。もうやめてー。いきますよ、最後。チラッと見えたんですけどね。もうどこまでは見えた、完全に見えてないですけど、チラッと見えました。いきますよ、最後。
おじゃウィーニングイレブン2017古いって。古いよ。最近こう盛り上がったけどワールドカップわーっと盛り上がってウィーでやろうぜって2017年出してきたら古いって言われるでしょこれ。いやせめて2019であれよっていう。実況ジョン・カビラ、ずっとジョン・カビラですけど、マイクラウドスターターパックバルセナラエージェント。もうまあまあウィーレが 4,5 本入ってないだけなんかザラザラしてますけど2017年か。ちょっと古いな。ちょっと今ざっとですけど、まあ、市場でのこの出回ってるまあフリマアプリとかちょっと禁止臭いですけど、まあそこで手に入れようと思ったらこれぐらい手に入れますよっていう3300円。お店で中古で買おうと思ったらまあ1000円ぐらいって考えたらまあ1000円ぐらいはプラスかなって感じですね。もうモンハンワールドに関してはもう100円の価値もない。これまあちょっとテンション上がりました。新三国無双これは、はい、面白くないって書いてありましたけどいいとして。ホールアウト、まあこれもなんかじっくりやろうかなと思います。はい、3まではやったんですけど4触れてなかったんでねいいなっていう。でフォーナーこれもずっと気になってたんですけどずっと気になってる程度で終わってたやつなんでこれは嬉しいと思います。はい、モンハンワールドこれ誰がやんのこれ。で1番はこれ、ウィニングレブン2017年。せめて2019入れてくださいこれ。さあまあまあマイナスだったら、まあ、価値的にはというか、感覚的には得した気分ではあるのかな。5000円で3つもやりたいタイトルが入ってたっていうところではいいかもしれないです。最後、この大きいやつ。これは確かスイッチだった。スイッチでこんな大きい袋ってなんか、期待できますよね。これもちなみに値段一緒です。5500円でした。ちなみにこれはね、残り2つしかなかったんですよ。やばい！なんかちっちゃいのと大きいのが1個ずつ入ってますね。ちっちゃいやつからいきますか。ちっちゃいやつからいきます。多分触った感じ新品かな。いや中古かな。いきます。こちらドン。FIFA 2019。いやいやいらんって。だからいやいやなんで、いやいやこれどういうオチこれ。そういらないからこれもう。僕は2017が出たからいやせめて19であれよって言ったけどそこで19出してくるのはちょっと違うよ。中古でまあそうですね。まあ、スイッチ版だったら1000円とかですか。あ、でも評価高いですね。これ結構人気なんじゃないですか、もしかしたら。FIFA。これ。これ結構名作って書いてありますね。面白いみたいな。評価はすごくいいです。でも1000円です。じゃあもう一個なんかめちゃくちゃでかいの入ってましたよ。オープン、こちらドーン！出たー！リングフィットアドベンチャー！ガリガリなるよ。これ。この出だしたら、これ。ガリガリなるって、これどっちがいい。どっちがいいじゃねえよこれ。なんだよこれ。だからリーグフィットアドベンチャーなんか一時期めっちゃ流行ったよねコロナ禍で。なんかもうコロナ禍で入手不可困難みたいな。5000円ぐらいですね。あでも意外とそうですね。4000円から5000円の間ぐらいですかね。あこれ商品券入ってないの。お入ってる。え待って。しかもちょっと待ってこれ。今5000円と、まあ、さっきのゴミソフトで300円で5300円ぐらいでしょ今。でももうこれの時点で元取れてますよね。とりあえずこれあのちなみにこれ1000円のゲームソフトの商品券なんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。とんでもない当たりやないかこれ。とんでもない当たりじゃないのこれ。1000円のゲームソフト商品券が10枚入っとるで。なんで？そういうこと？ここがミソなんだ。これは？おこれ1枚やもんな。これも1枚やね。最後めっちゃ当たった。やった。丸々1万円ぐらいプラスになりました。すごいね赤レンガ倉庫さん。ここの枚数が大事なんですわ。でもこれちょっと中古っすか。リングフィットアドベンチャーの使ってるねこれ1回ね。これねでもちょっと福袋自体に入ってたやつでいくとこんな感じっすね。だからこれ逆にじゃあここ赤レンガ倉庫さんでこの量がまあ1万6000円ぐらいですよね税込みで買えるかって言われたら買えないでしょ多分。元取りましたね。冷静に考えて5000円の福袋買ってこれだけ入ってても嬉しいもんね。これはね福袋がどうのこうのじゃないわ。赤レンガ倉庫さんだわ。ビレッジヴァンガードの、福袋か赤レンガ倉庫さんでめっちゃ悩んだんですよ。でもビレッジヴァンガードさんは毎年なんか結構なんかぶっ飛んだやつ入ってるって言うじゃないですか。
でも今年ポップみたいなの見たら信じてくださいって書いてあったんですよ。うわどうしようと思って、でも何回もビレッジヴァンガードに裏切られてきたから、いやちょっと今回はと思って赤レンガ倉庫さんに行ったんですけど、正解でした。すごい、これちょっと早めに上げよう、この動画。皆さん赤レンガ倉庫急いだ方がいいですよ、こんなことになりますわ。まあ今言うことじゃないかもしれないですけど、ボートレースで4万負けました。はい、よし。皆さん、まあこういうなんか福袋の中に本当にこのおみくじ感覚のものがあるというか、だからいいものもあるんでしょうね。プレイステーション4に関しては結果プラスですもんね、この3本とか。モンハンも、はい、モンハンいらないな。でウィールもいらない、これ2017年いらない、これ。まあでもちょっとあのワールドカップの熱がまだ冷めてないんでね、ちょっとそこも加味するといいのかもしれないですね。ここもやってみたかったんでいいですね。ただちょっとザラッとしてるけどね、中古で。まあスイッチのカセットですよね、なんでしたっけ、ドラゴンボールだ、これ、まあ、あんま面白くないって書いてある。もう新品ですからね、これと、これですね、レッツゲットフィット。どっちからやるべきかな、これ。レッツゲットフィットかリングフィット、これ似とるね名前ね。レッツゲットフィット、リングフィットアドベンチャーですね、これ繋げたら。ペンパイナッポアポペみたいな要領でいくと、レッツゲットフィット、リングフィットアドベンチャーで、赤レンガ倉庫の福袋は良かった。こちらからは以上でございます。